こんにちは、アンディです。今回ご紹介したい本はこちらになります。はい、私が大好き、関裕二さんですね。携帯天皇の謎っていう本なんですけども、携帯天皇って、まあ初めて聞く人にとってはなんだよっていう思うかもしれないですけど、第26代の天皇で、古代史のですね、まあ古代史の最大の秘密を握る大王の正体って書いてあるんですけど、現時点では通説でいくと、携帯天皇の要は血筋っていうのが今の天皇家の、まあ元々の血筋にあたる人。だから、神武天皇とか崇神天皇とか応神天皇とかいろんな人が出てくるんですけど、その中でも第26代のこの継体天皇っていうのが今の天皇家につながる元々の祖というふうに言われているのが通説です。ただ問題はこの継体天皇っていうのが実は当時外の国って言われていた北陸の福井県、今の福井県越前ですね、越前の方からやってきた天皇なんですよ。でそのやってきたってどういうことかっていうと、実は王朝交代説っていうのが今のところこの通説で言われているところで、この前に武烈天皇っていうのがいたんですよ。その武烈天皇っていうのはあまりにもえぐい人で、中国の王朝みたいな感じで、要は人を簡単に殺してしまう、もっと言うと例えばなんか胎児が見たいって言って赤ちゃんを身ごもってる、ね、お母さんの腹をかっさばいて赤ちゃん出してみたりとか、池に人間落として槍で突き刺しながら殺すのってなんか笑って見てたみたいな、もう本当にそういうえぐい人だったんですね。でそのえぐい人が好き勝手やらかした結果、その自分のライバルみんな殺しちゃったので跡継ぎがいなくなっちゃったと。で武烈天皇にも子供がいなかったから、要するにもうそれで血が途絶えてしまう、そうすると天皇家が終わってしまうので困るっつって、じゃあ誰かその天皇家を継げる人を見つけてこようってことで天皇家の血を引く者たちを探してったと。でその中で、まあ、その見つかったのが継体天皇だったんだけども、その継体天皇がもともといた場所っていうのが古市、越前の越という字が、まあ、古市という字ですけども、そこからまあ連れてきたと。ただ問題はその当時畿内の大和政権があった場所の東側っていうのは実は外だったんですよね。当時の日本っていうのはその畿内の大和政権を中心にして西と東に分かれてたんですよ。で西の方はまあ良かったんですよね。例えば当時もともと出雲とか吉備とか北九州とかっていうのは、北部九州とかっていうのはもともと要は日本の発展に貢献してた、まあ、土地柄で、逆に言うと東の方、北陸とか、まあ、東海の方とかね、そっちの方っていうのはまだ未開の地だったわけですよ。でもその未開の地と言われていた東側からやってきた天皇が、まあ、その武烈天皇の後を引き継ぐ形で王朝を作ったんだけども、まあ、通説ではその継体天皇から始まるところが今の天皇家につながってるっていうことで、要はここで一度歴史が切り替わってるっていう見方が大まかな見方。ただ関裕二さんに関してはこの継体天皇っていうのが実は古代史の最大の謎なんだと、この人のことを紐解いていくことで実は日本の歴史っていうのは大きくその見方が変わってくるんだよってことがこの本に書いてるわけですよ。じゃあどういうことかっていうのを、まあ、結論までは言えないのでざっくりしたところだけお話しすると、まず関裕二さんの話の中ではその日本書紀から始まるその神武天皇の、まあ、神武統制、そしてこの国譲りを通してこれからまあ天皇家が始まるっていう始祖の部分ですよね。その始祖の歴史から始まって崇神天皇っていう10代目の天皇がいる、そしてその後15代目に応神天皇がいる、でその後に、まあ、あの応神天皇の5世の孫としてやってくるのが継体天皇なんですけど、この流れがどうもすんなりいってない。もっと言うと例えば神武天皇っていうのは戦後の史学界でいくと崇神天皇っていう10代目の天皇が歴史上初めてこの存在を確認されている天皇らしいんですよね。そうするとその崇神天皇っていうのがもともと当時4人の将軍を各地にね、送って日本全土をまあ統治させた、あの統一させたってことで、本当の要は日本を一番最初に統一して始まった天皇家っていうのは崇神天皇なんじゃないかと。でその崇神天皇のエピソードを2人に分けて日本の歴史を長く見せるために10代、まあ、作ってね、決死8代も含めてだけども、2代目から9代目までは決死8代って言って、あんまり詳しくあの事情が分かってない人たちで、その一番最初にまあ始祖として、まあ、神武天皇がいるんだけども、その神武天皇っていうのはもともと崇神天皇のエピソードを2つに分けて神話として作り直された結果出てきた架空の人物だっていうふうなのが、まあ、通説として言われているような今の歴史で、そうすると神武天皇から、まあ、崇神天皇まではあったのかなかったのか分からんけども、全部崇神天皇の話なんじゃないかと。でその後その崇神天皇の後に今度は応神天皇というのが出てくる。これは15代目なんですけど、その15代目の応神天皇の時にまたリセットされてると。要するにそれまでの崇神天皇から始まる天皇家の血筋が一度ここで途絶えてしまっているはずだと。でそうすると今度は応神天皇から始まった、歴史が今度は継体天皇のところでもう一度リセットされて王朝交代が起こって、ここから今の天皇家につながる歴史になっているっていうのが通説らしいんですよね。ただ、その関裕二さんからするとこの神武天皇、崇神天皇、応神天皇っていう名前に神を冠する天皇っていうのがエピソードを紐解いていくと、どうも3人とも同じような形で王朝に入ってきてる。そうするとこの政権を立ち上げるまで彼らが辿ってきた
流れがどうも3人とも同じだよねと、その出てくる人物名とか場所とかっていうのは細かく違うんだけども、実はその流れっていうのが大きく同じなので、どうもこの日本書紀とか古事記の書き方はスパイラル、一人の人物を何回にも分けてその歴史を長く作らせて、なんかまあ歴史ある日本というものをあえて偽ってるんじゃないかと。でそうすると神武天皇も崇神天皇も応神天皇も同じ人なんじゃないかっていうふうに関氏さんは考えてるわけですよね。でその過程でじゃあなぜわざわざ慶太天皇っていうのが出て、武烈天皇の後継ぎがいなかったから、まあ、どっかから連れてこようって思った時に、天皇の血が入ってるとはいえ五世の孫ですから、もうかなり血の薄くなってる田舎貴族の慶太天皇を連れてきてなぜ継がせたのか、もっと言うとその慶太天皇という正体不明の人物の祖先をなぜ応神天皇にしたのか、そこに結構謎があるんじゃないかっていうところが、まあ、関氏さんのこの慶太天皇の謎っていうふうに書いてあるこの本の内容になります。なので、この本に書いてある内容っていうのはもちろん一つの仮説ではあるので結論ではないにしても、慶太天皇の背景にある歴史の本当の部分っていうのを紐解いていくと、私たちが今思っているような天皇家の、まあ、イメージがガラッと変わってしまうかもしれない。通説とは全然違うエピソードが書いてあるから、その点はちょっとね頭の中で整理していただいて、まあ、もしねこういった古代史に興味がある方は関氏さんのこの慶太天皇の謎っていう本をぜひ読んでみてください。古代史最大の秘密を握る大王の正体、関氏さんの本いろいろ読んでみると、あの全部つながってくるので、共通した背景があってそれぞれの要は人物たちが、例えばねこの前にも蘇我氏とか藤原氏とか畑氏っていうのがいろんな人が出てきますけど、そういう人たちの歴史も必ず絡んで出てくるので、まあそういったものをねあの読んでいくと全体的なね古代史のねパズルが一つ一つピースがハマってって、面白くね見えてくると思いますので、興味がある方はぜひご覧ください。今回の、本も何かの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。こんにちは、アンディです。この動画もご覧いただきありがとうございます。私が本好きなので好きなタイミングで好きな本をですね読みながら、その一部をねかいつまんで解説をしていくチャンネルになっております。本が好きな方、いろんな情報に触れたい方はぜひチャンネル登録をお願いできたらと思います。それでは今後ともよろしくお願いいたします。